こちらのブルゾーンはですね、スクフェス内で実際にアクアのメンバーが着用していたものと同じデザインになっております。エシカちゃんどうぞどうぞどうぞ、こういうポイント決めて、ポイント決めて、どうぞどうぞ、かわいいね、これなんかメンバーのモチーフのなんか入ってる。トップ B はこれがついてるんです。耳が、そう、耳がついてるんです。耳かわいい、ヨハネにもつけてよ、それメガネつかないそうね、なきゃいけないのに、かわいい。なんかあれだね、アベさん大人っぽいね、うん、めっちゃシンプル、うん、ね、男の子も女の子も着れちゃいそう、こんな感じですよ。そん